メディアを再生する予告編サンライズは1927年公開のアメリカ映画である。監督はドイツ出身の F.W. ムルナウ。吸血鬼のスフェラトゥや最後の人など表現主義の傑作といえるサイレント映画を世に送り出したドイツ出身の映画監督 F.W. ムルナウがフォックス社に招かれて撮った渡米第一作である。ルナはフォックス社から 莫大な予算を提供されて、制作を一任された。原作は、ドイツ人のヘルマン・ズーデルマンの短編小説、ダイライゼナー・ハティルセットであり、ムルナウ作品で何度も、脚本を執筆したカール・メイヤーが脚色、撮影には、チャールズ・ロッシャー、カール・ストラスとドイツ人スタッフを起用した。本作は、サイレント映画だが、映画史上初のフォックス・ムービートンによる、 サウンドカメラで撮影され、音楽付きのサウンド版である。また、路面電車の走る都会の街並みや、足に囲まれた湖など、全シーンがセットで撮影されており、字幕をなるべく排除して、視覚的表現を重視した手法となっている。1927年9月23日に、ニューヨークのタイムズスクエア劇場で、ムッソリーニのアメリカ国民へのメッセージを伝える。 トーキーのニュース映画一巻を添えて封切られた。工業的には振るわなかったが、光と影を巧みに使った映像と、移動撮影によるカメラワークなど、その芸術性は高く評価された。翌1928年9月21日には、日本でも公開され、同年度のキネマ旬報ベスト10において第一位に選出された。第一回アカデミー賞において、 芸術作品賞と撮影賞、主演のジャネット・ゲーナーが第七天国の演技と共に主演女優賞を受賞した。1989年、この映画はアメリカ議会図書館から文化的及び歴史的に見て偉大な作品であると評され、2002年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。ランキング以下は日本でのランキング田舎に住む男は都会から来た女の虜になった。 男は彼女に妻を殺すよう唆そそされ、小舟から妻を突き落とそうとしたが思いとどまった。だが、怯えた妻は男から逃げ、二人はたまたま来た電車に乗って町へ行った。町で二人は何とか仲直りして幸せな時を過ごした。だが、小舟で田舎に帰る途中、嵐のため小舟が転覆し、男は助かったが、妻は行方不明になった。男は、 村の皆と共に彼女を探したが見つからなかった。悲しみに暮れる男の目の前に再びあの女が現れた。女は男が妻を殺したと思って喜んでいたが男は怒りのあまり美女を考察しそうになった。するとそこへ妻が無事だったという知らせが入った。美女は都会へ帰っていった。朝日の前で男と妻は抱きしめあった。ありがとうございます。